朝に食べると激太りする食べ物ワースト5をお伝えします。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。朝ごはんを食べた方が痩せるって聞いたことありませんか？確かに朝食は大切です。ただ間違った食べ物を選ぶと逆効果です。例えば朝食後すぐにお腹が空いて間食してしまうなど思い当たることはありませんか？そこで今回の動画では朝に食べると激太りする食べ物ワースト5と簡単に取り入れられる痩せる朝ごはんをランキング形式で解説します。私自身もこの朝ごはんを取り入れることで10キロの減量に成功し、リバウンドなしで健康に過ごしています。ぜひ最後までご覧ください。本題に入る前に、今後も有益な情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。朝に食べると激太りする食べ物ワースト5、第5位はおにぎりです。朝忙しい時に手軽に食べられるおにぎりって便利なのにって思いませんでしたか？その気持ちよくわかります。ただ白米おにぎりは糖質が多く、また消化が早いためすぐに空腹感を感じやすくなります。これは血糖値の急激な変動によるもので、結果としてインスリンの過剰分泌で脂肪がどんどん蓄積されるだけではなく、間食や過食の原因になります。さらにコンビニのおにぎりには高カロリーな具材や添加物が多く含まれています。例えばツナマヨなど糖質とカロリーが高く味覚を異常にする添加物が含まれています。味覚異常になってますます太るの悪循環です。とは言っても正直朝は時間がなくて、おにぎりは簡単で便利だし食べたいなって思いませんでしたか？そこでおすすめなのが私が食べている玄米おにぎりです。玄米おにぎりにすると血糖値の急上昇を防ぎ太りにくくなります。玄米は食物繊維が豊富で消化が緩やかに進むため満腹感が持続します。また16穀米やもち麦、オートミールなどを使ったおにぎりもおすすめです。では次に、朝に食べると激太りする食べ物ワースト5、第4位はグラノーラです。市販のグラノーラは手軽に食べられる小食として人気ですよね。ところが砂糖や人工甘味料、添加物が含まれているので血糖値が急上昇する原因となります。血糖値が急激に上がるとその後急降下し、再び空腹感を感じやすくなります。これが間食や過食を引き起こし、結果として体重増加につながります。例えば1食あたり 50g のグラノーラには角砂糖何個分の糖質量が含まれているかご存知ですか？3秒間考えてみてくださいね。大はなんと15個分の糖質が含まれています。さらに人工甘味料はあなたの味覚を異常にして、さらに甘いものが欲しくなります。さらに歯ごたえのある食感を出すためにトランス脂肪酸を含む植物油脂で製法されているため、健康にも悪影響を及ぼします。このような添加物入りで糖質の高いグラノーラは朝ごはんには NG です。なのでこのような無添加の有機のオートミール、ドライフルーツと素焼きナッツを使ったグラノーラがいいですね。私は温めた無調整豆乳を入れて食べています。これで血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感を持続させる効果もあるのでおすすめです。では次に、朝に食べると激太りする食べ物ワースト5、第3位はフルーツです。いやいや、朝はフルーツ OK じゃないのって思いますよね。ところがこれが落とし穴で、フルーツを朝食にすると脂肪が蓄積されて太ります。なぜかというと、フルーツの果糖はお米などの炭水化物以上に脂肪に変わりやすいからです。例えば忙しくって毎朝バナナばっかり食べているなんてことないですか？朝にバナナを食べると短時間で血糖値が急上昇し、その後急降下します。結果脂肪が溜まりやすくなります。また体を冷やす効果があるバナナやパイン、キウイなどは代謝を低下させ太りやすくします。さらにフルーツだけでは必要なタンパク質が不足するため、食欲が抑えられず過食につながります。なので朝にフルーツだけを食べるのは NG です。私はフルーツに温めた豆乳ヨーグルトと素焼きナッツを組み合わせて食べています。すると栄養バランスが整い、満腹感が持続します。このようにタンパク質と良質な脂質を一緒に摂ることで血糖値の急上昇を防ぐことができるのでおすすめです。では次に、朝に食べると激太りする食べ物ワースト5、第2位はパンです。朝食にパンを食べると内臓に負担がかかり代謝が下がります。それは精製小麦が腸壁に炎症を引き起こし、消化が悪くなるため内臓に負担をかけるからです。またパンに含まれるトランス脂肪酸も内臓に負担をかけるため、ますます代謝が落ちて太ります。例えばパンを食べた後、体がだるくなって眠気が襲ってくることはありませんか？これはパンに含まれる高 GI 食品が血糖値を急上昇させ、その後急
効化させるからです。さらにパンは依存性もあります。朝にパンを食べると昼も夜もパスタやうどんなどの糖質が食べたくなります。実は私も今より10キロ太っていた頃は糖質中毒だったんです。私の生徒さんもパンを控えることをお勧めしたところ、痩せるのはもちろんのこと、胃もたれがなくなった、逆流感がなくなった、体がだるくない、イライラすることが減った、偏頭痛がなくなったなどなど嬉しい変化がたくさん出てるんです。ここまで聞いて、でもパンが大好きだからやっぱり食べたいって思いませんでしたか？大丈夫ですよ。私のように全粒粉や米粉パン、玄米パン、ライ麦パンなどの低 GI 食品のパンに変えましょう。これなら血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感が持続します。ここまで大丈夫ですか？では最後に、朝に食べると激太りする食べ物ワースト5、第1位は野菜ジュースです。野菜ジュースは健康にいいと思って飲んでる方って実際いますね。ただ市販の野菜ジュースは必要な栄養が不足していて、脂肪の蓄積が促進されるので太ります。野菜ジュースで糖尿病になる確率は 21% 上がるというデータがあるほどです。なぜなら市販の野菜ジュースには砂糖や添加物が多く含まれていて、血糖値が急上昇し脂肪の蓄積が促進されます。またジュースにすることで特に食物繊維が取り除かれるため、結果満腹感が得られず間食や過食を引き起こす原因になります。例えば市販の野菜ジュースには1パック 200ml で角砂糖4から5個分の糖質が含まれていることが多いです。私も以前は市販の野菜ジュースを飲んでいましたが、これが原因で体重が増えてしまいました。実はジュースに至るとビタミン C や不溶性食物繊維のほとんどが失われてしまいます。しかもジュースは固形物ではなくて気体なので一気に腸まで吸収されてしまい、脂肪がどんどん蓄積されていきます。さらに添加物のビタミン C は天然ではなく人工的に作られた合成ビタミン C で、 L アスコルビン酸のことです。このような発がん性の合成ビタミンが入っているので要注意です。なので私のように野菜はそのまま摂取するか、手作り無添加の野菜ジュースを飲みましょう。そしてここから一番大切なことをお伝えしますので最後までついてきてくださいね。大して食べてもいないのに太ってしまうのは血糖値が急上昇する朝ごはんが原因です。お伝えした朝に食べると激太りする食べ物ワースト5を避けて、血糖値の急上昇を防ぐ朝食を取り入れてください。これがダイエット成功の鍵です。また糖質に偏った食事は糖質中毒を起こす危険性があります。朝ごはんから見直すことでリバウンドなしの健康的で綺麗な理想の姿を手に入れましょう。そして今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。朝に食べると激太りする食べ物ワースト5は、第5位おにぎり、第4位グラノーラ、第3位フルーツ、第2位パン、第1位野菜ジュース。これらを避けて血糖値の急上昇を防ぐ朝食を取り入れることでした。次回も腸内環境を整え、根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたら、いいねやコメントお願いします。質問には私がお返事しますので、ぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。